ってるんですけど、あとはアイシャドウとかだけ、目周りだけちょっとメイクをしていきたいと思います。ほぼ終わってますそう、こんにちは、ぴょん。これから仕事に行く準備、一緒じゃないけど準備中。私もなんか、私ずっとこのアイシャドウを使ってるんですけど、まあ底見えしてるっていうのももう一個のねあれではあるんですけど、なんかこのねラメがないピンクのアイシャドウ買いたいなと思ってて、そう色だけのやつ、なんか今はラメが入っちゃってるピンクのアイシャドウなんですね、こちら。だからなんか本当に使いたい、この色めっちゃ使いたいけどラメここに入れたくないんだよなみたいなのにもなんか使っちゃうんですよ、こちらの色たちを。そうだからなんかどうしようかなって。でもこれ本当にもう5年ぐらい使ってて、私でこれの替えも持ってるんですよやばすぎない？本当にそれぐらい結構このアイシャドウ結構好きで、色味とかも。ちょっとラメが強いかなって思ってきたんですよね最近。強いっていうか、その別のラメでアイシャドウをしたいから、したらラメにラメはちょっとラメラメじゃないですか。だからでもなんか迷ってて、でもまあアイドルでいる間ぐらいしかこんなにラメって使わないじゃないですか。だからそうだからこそアイドルでいる間にこのもう一個あるので、私これ5年ぐらいこれ使ってて、今5年ぐらい使ってこんなになくならないので、あと5年はいけるんですよ新しいのを出したとしても。そうアイドルでいる間ぐらいしかラメはこんなに使わないから、なんか新しく買う必要もないかなとか思ったりしてて。本当はダメですよ、化粧品って多分使用期限があって、これは12マンスって書いてあるんで1年で買い替えなきゃいけない、買い替えなきゃいけないっていうか新しいのにしなきゃいけないんですけど、私たちの職業ってそんな毎日こんなになんかギラギラになんかラメピンクって発色させなくてもいい仕事でありまして、そうステージの時ぐらいなんですよこうやってキラキラさせるの。だからなんか使ったとしても本当にこういうノーマルメイク、ステージ以外のノーマルメイクだとこんぐらいしか使わないから、そうなんだよね。だから全然なくならなくて、
けたら半年、いや、ま、物によります本当に。なんかここに書いてあるんですよちゃんと、どれぐらいだよって。こっちのアイシャドウはこれは24マンスなので、まあ、2年間持つよとかちゃんと書いてあるので、そう、それを見て参考にしてちゃんと使用期限とかを守らなきゃいけないんですけど、今日はこの下に重心を持っていくメイクをしています。今試しに、そう、なんか私ってここが多分長いなって最近気づいて、というのもここに肉があるからなんですけど、でもこの肉はマジで一生減らないので、もう下に重心を持っていこうと思って、下に重心を持っていくアイラインを今やってます。アイライン、アイメイク。でも確かにいつもよりも茶色目が下に来てるので、すごくなんか下になんか重心がゾーンってなってる気がします。そう、ここら辺いつもより茶色を多く入れてみた。上ちょっと薄め、この間ちなみになんかいつだったか忘れたんですけど、あ、星屑の時かな、なんかいっぱいあれ出しちゃって、下地いっぱい出しすぎてめっちゃ厚塗りしちゃって、すごいあのなんかよれた思い出、もう全部塗っちゃったらよれまくった思い出。ウォンジュンヨの涙袋ペンシルおすすめ。涙袋ペンシルってどっち、涙袋を作る方、影を作る方、どっち。今涙袋を作る方の涙袋ペンシルを探してて、そう、私がもともと使ってたやつがもうあのほんとこんだけになっちゃって、もう全然今使ってないんですよ。だからどっちだろう、作る方、え、影じゃない、え、めっちゃ買おうかな、じゃあそれ。そう、影はあの今アイシャドウ、この最近こっちでこういうので作ってるんでいいんですけど、え、それマジでいい情報。ちょっとなんかメイクさん持ってないかな、たまにメイクさんがね持ってらっしゃるので、そのメイクさんが持ってらっしゃるのをなんか試してみていいかどうかを判断してるんですよ。もうなんかこういう仕事をしてるからできることだよね、マジで。聞いてみよう、今度の大阪奈良公演の時に持ってたりしますかって。ラメないのがいいな、ラメは自分の使いたいラメを足したいから、そう、こういうのラメない方がいい。すごい教えてくれる、ありがとう。前 AKB もやってるメイクさんに会ったらメイク道具いっぱい持ってて感動したが多いんですよ。そう、持ってったとしても使わないことが多いのに
メイクさんはいつも絶対に持ってきてくれるのいっぱい。そうで、なんかもうリップとかも本当になんか大量に持ってらっしゃって、なんかこの色この色っていうのを、こういう系の色がとかって言ったら、あ、じゃあこれかなってすぐ出してくださるんで、本当にめっちゃもう感謝してもしきれないぐらい、本当いつもキャリー持ってるってやばくない？すごく、なんかすごく私はもう嫌です、考えれない、あんな重いのいつも持ってるなんて。重いっていうかめんどくさい、転がってっちゃったりとかするし、電車とか乗ってたら邪魔じゃない？だから本当にありがたい。でいつもコテとかも持ってきてくださったりとか、巻きごて、多分研究生現場、いやでも物にもよるのかな、もうなんかめんどくさいのかな出すの、わかんない。でも研究生現場になるとさ、絶対さコテはいらないじゃない。でもさ、たまにさ、さこちゃんとかさ、みずみんみたいにさ、そのみずみんの昔の髪型、その研究生の時みたいにさ、なんか触覚だけちょっと巻きたいみたいな時とかさあると思うからさ、そういう時用に持ってんのかなとかって思ったり、なんか大変だな、おもろいな、そうやって考えたら。本順よ04番 OK、 絶対に聞いてみる、大阪なら。本順よの涙袋ペンシルってありますか、絶対に聞いてみるね、マジでいい情報ありがとう。ちなみにもうすぐアイロンつけとこう。その橋本完成する。なんか今流行りの TikTok を昨日夜撮ったので、まあ、今日あげるか明日あげるかちょっと分かんないけど撮りました。なんだっけ、てん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 、だからもっとカノの、あ、もうやばい、もう踊れない、もっとカノのの皆様へ、うちの人がお世話になりました、だからでも安心を、こっから先は私が幸せにするからみたいなやつをやっと撮った。そうだから早くあげます、ちょっと流行りに乗って早くあげますね。あと夢見てごめんも撮りました。夢見てごめん恋して、こっちか、ごめん言葉にはで、ん、言葉にはで、あれもう忘れた、言葉にはできない、え、おおおお、ごめん言葉にはできないから、妄想だけで満足だ、いつでも会える、チェラチェ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 ララみたいなやつ
え、もう忘れてる、やばすぎる。ちょっと待ってね。こんにちは。マチュアルさん、ベベモンさん、ハートありがとうございます。今日も綺麗。え、今日マジさ、今こっちアイロンしたけどこっちアイロンしてないの。なのにこんなにサラサラ、すごくない？マジヘッドスパ最強かも。だってさ、後ろの髪の毛はマジでヘッドスパしかしてないわけ。そう、でも確かになんか保湿力があるヘッドスパなのでみたいな言われたさ、言われたさ。そう、え、マジこっち今マジで今初めてアイロン通した。やばいよね、サラサラすぎるよね。でも確かに茶色くなったかも、ちょっと。え、言われるかな、大阪ならでメイクさんに、え、アラピオン髪染めたって、カビシャの前に茶色くしたのって言われそう。違うんです、ヘッドスパ、ヘッドスパ行ったら茶色くなりました。でもヘッドスパしただけでこんななんかトリートメントしたぐらいのさ、ツヤツヤ感というかさ、本当にそれがすごいからさ、今。あ、でも全然いいんです、あのカラーする日決まってるので、もうチームエイトでロングヘア、今はもうチームメイトの中でロングヘアは一番長いのは私かも。確かに。ゆいゆいのあれってエクステ？わかんないけど。でもいないっすよね、多分。エイトでロング、レミタンぐらいじゃない、今エイトのロングって。でもレミよりは絶対長いから私。多分 AKB でもトップ10ぐらいに、 AKB の中でもトップ10ぐらいには入ると思います、長さ的に言うと。ヤギちゃんとかマホちゃんとかには多分ちょっともしかしたら負けちゃうけど、まあ負ける、髪の毛の長さに勝ち負けはないんですけど、でもトップ10には入ると思う、 AKB の中だったら。 長さだけだったらね。確かに、サコ夢見も長いか。ユイチもね、切ったけど長いよね、あの子も。そんな感じということで終わり。今日の私の夜、終わりということでランキングを読みます。早すぎ、わろた。
きます。1位ピアノマンさん、ありがとうございます。2位はかまごし1163さん、ありがとうございます。3位サウロンさん、ありがとうございます。4位マジカナバナナあっと眠い、え俺もそんなことないよ、ありがとうございます。5位ベベモンさん、ありがとうございます。6位くじのだいごさん、ありがとうございます。7位カートピョンズさん、ありがとうございます。8位ツッチーさん、ありがとうございます。9位コニタンイミズさん、ありがとうございます。10位ダイスさん、ありがとうございます。11位アチャコちゃん、ありがとうございます。12位コバさん、ありがとうございます。13位マッピーさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。そうですね、今日の夜はそんな感じですっていう感じでございます。東京ならめっちゃ楽しみ。13時までお昼寝します。はい、寝てください。休みだったお休みの方も一日休んでくださいということで、それではまたね、ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう、またね。